おお、この顔女子だけどこの顔が来ましたね。フェスより大変お世話になっております。動物の森 E プラス実況プレイ、ね、ここから入りますか。おそらく今日で最終回になる予定でございます。で、まあ村のね住民に会って回っていろいろと思い出を語るというのをやっているんですが、残り2人っていうねところまで前回で来たので続きをやっていきましょう。で、まず誰に会いたいかというと、あ、来たね待ってたぜ、来るのな。いや、もう最終回はまず XL がここにねでくれるところから始めようってだいぶ前から決めてましたこれはね、うん、やっぱさ、うちのね村の動画の始まり方といえば、俺が家の前でじゃあ今日はこれをやってあれをやってって言ってる横で XL がすってね颯爽と現れて話を遮るっていうねものだったと思うので、うん、めっちゃあったもんねそれね。その332回中何回そのシチュエーションが生まれたかは分かりませんが、うん、これで入りたかった今日はまあ XL でね、家の隣が川になってるからそのせいもあってこっち側に来やすいのかなとかね、分析はしていますけどね。まあ、XL は唯一のね、俺の唯一の隣人としてね。まあ、本当はいたんだけどね、他にもね。隣人はね。なんか気づいたら、こっち行っちゃったからね。結果的に、まあ、流動枠でもね、バンタムとかな、ラッキーくんとかもね、隣には来てくれてたけど、まあ、最終的にはね、XL だけが俺の家の隣に住んでいる形に落ち着きましたね。よく来てくれたね。まあ、XL はね、オイラ系の初期住民で、最初から村にね、いた住民ですけど、ここもいい引きだったよね。まあ、ジェーンさんのね、時も同じようなことは言ったんですけど、私系のさ、二人はさ、確かに性格の住み分け完璧かなとは思うんだけど、サラちゃんとジェーンさんってそもそもなんかさ、言うことが違う感じしない?なんか同じセリフではないイメージあるんだけど、オイラ系の二人って、ももちとエクセルね。オイラ系の二人は、言うことは同じなんだけど、でも受ける印象が全然違うみたいな面白さがあるかなって思ってて。ももちはさ、ね、何言っても可愛い。可愛くなりますけど。おお!ニコファンも来てくれた。そうか。ニコファンもね、よく XL のところにも遊びに来てましたもんね。あ、じゃあこの二人の会話見るか。いや、XL はさ、やっぱ、若干腹立つニュアンスっていうか。でも憎めないみたいなね。キャラクターじゃない、その憎めないところがね大事かなって思うんだけど、あーゴルフのやつね。なになばばお前ゴルフとかやったりする？これね知ってるよ、エクセルはゴルフをやる俺が好きじゃないんだろ。やらないよ絶対ね。ここだけの話だけどオイラもゴルフやったことないんだよ。これやってるって言うと怒るやつですよね。あれは大人のスポーツだろ。そうだよな。俺たちな、ずっと少年の心を保ち続けるもんな。だからオイラには体を鍛えてるのが性に合ってるぜ。お前もう自分に合ってるものを見つけろよ。ありがたい言葉。ニコバン来てくれたから、じゃあ、ニコバン XL の会話を見ますかね。XL 側から行くか。この話めっちゃしてたな。この間さ、オイラ腐った納豆食べたんだ。
もう常食してますよね。ずっと、ずっと食べ続けてるの、腐ったなと。ちょっとピリピリしたけど大丈夫だったぞ。この話、いつもニコ番にしてる気がするわ、XL。男ならあれぐらい危ない橋渡らないとな。危ない橋の話に移行していくんだよな。そうなの？あ、そういえば僕も危ない橋渡ったよ。この間、蜂蜜にレモン入れたんだ。甘くて美味しかったな。って全然危なくないし。俺突っ込むやつな。まあいいや。まあいいやっていうのね。稲葉はどう？危ない橋渡ったことある？あるよ。いろいろとね。やっぱりな。お前の目はスナイパーの目だ。なんか褒められるやつか。きっとウェットスーツとか着て、あ、ごめんごめん。秘密原始だろ。どういうことなんかね。あでもすごい XL っぽい会話が見れた気がするな。よかったんじゃない？まあ XL はね、結構どんなことも絡むというかね。まあニコ番もね、よく来てたし、あと文ちゃんもね、来やすい地形ではあったしな。あとオレンジの前でガリガリと喋ったりとかね。いろいろあったと思うけど。ただ、なんか特定の組み合わせでこの子っていう感じではないよね。誰とでも分け隔てなく付き合うみたいな。強いてペアをあげるならやっぱ俺なんじゃね。俺と XL の組み合わせじゃねっていう感じはしますけどね。うん。俺もね、なんか体育で二人組組んでって言われたら、誰のとこ行くかって言われたら、それは XL かなっていう。何その妄想話っていうね、感じはしますけど。でもそういう付き合いでしたよね。XL とはね。やっぱ隣なんだわ、XL がな。まあ、おかげでね、楽しい村での生活が遅れたよな。うん、このドゥンスもね。ドゥンスもね、最後まで守り抜きましたね。なんだろうね、ドゥンスってね。じゃあ、これで手紙を見に行くよ。あ、ここ？ああ、そうだよね。手紙っていう意味だと、めちゃめちゃ送りまくってたっていうイメージがないもんな。6通ですか。またちょっと読んでいってみますか。こんな便箋なんだね。これが多分最古の手紙だと思うけど。哲学者稲葉へ。さっきまで腕立て伏せしてたから手が震えるぜ。オイラ系だな。この間スパッツを履いてスケートしたぞ。オイラ系だな。いやはやあっぱれだった。じゃ、なんとかしといてくれ。やっぱオイラ系はね、言うことをね、一貫してますからね。こういう感じだよな。わー、いい便箋だね。まっすぐ稲葉へ。読んじゃったこれあったね。手紙読んじゃったぞ。肉じゃがこそ男の食べ物。体が燃え盛るからな。やっぱ一貫性はあるんだよな。オイラ系の手紙はな。でもなんか自然と笑顔になりますよね。読んでるとね。この可愛いな。イエーイ。やっぱももちとね、同じですよ。言うことはね。ただ、こっちの受け取り方が変わるっていう感じだよな。またまっすぐ井上って言ってる。元気ですか？元気ですかってね。俺らいつも絶好調。特にうちのばあちゃんがこんなの売ってくれる。そうか、XL のばあちゃんも出演してたんだっけ。ベグスさんのお母さんとかね。割と近親者はね、出てるイメージだったけど、XL もいたか。何個目だよ、一つあげる。これ何くれたんだろうな。これでおしまい、ちゃんちゃん。XL より。で、最後が、これがレターサービスなのかな？多分そうだと思う。痩せっぽっちの稲葉ばえ。お前ダイエットなんてしてるらしいけど、そいつはちょっとバカげてないか？とりあえず、オイラの家に来い。たらふくごちそうしてやるよ。あー。いっぱい食わせてくる系のキャラか。話はまあそれからだ。腹八分目。XL。まあまあ、イメージに近いといえば近いよね。俺たちの思う XL 像と、任天堂さん側で提示してくれる XL 像は、ほぼ同じですよね。じゃあ、終わっちゃったね。XL ね。これで、残り一人のところまで来ましたね。まあ、最後はもうあの人ですよ。最後のあの子のところに行こう。いるね、いるね。まあ
まああるでしょ、最後はね。あ、服ね、ピンチャイ着てたと思うんですけど、まあ、せっかくだからね、俺が最後の方でみんなに服をばらまいていたと思うんですけど、その時に送ったシアンタータンにしておいた。まあ、この服が一番似合うとは言わないけどね。似合う服いっぱいあるからね、マールはね。でも、好きかな。その服好きかな。まあ、最終回の最後がマールっていうのは決めてましたよね。XL と同じでね。そこの構成は最初にまず、もう決めてた。なんか俺がもし小説とか漫画とかみたいに自由にね、もう物語とか このキャラここで出てきてみたいなの全て作れるのであれば、ずっぽし村の最終回としては俺とマールが手をつなぎながら崩壊するビル群を眺めるっていうその絵からのエンディングテーマドーンっていうファイトクラブ的なね終わり方ができればそうしたかったんだけど、それが理想の最終回だったんだけど、そういうのできないんで、まあ普通に喋ってね終わりますけど、やっぱ遊んでる中でね、どの住民も生きてるなーってね感じさせてくれる瞬間は多々ありましたけど、その質と量ズバ抜けてましたよね。マールはね、ほんとすごかったもんな。あのボンにね会った時に、それを最初に感じさせてくれたのがあのボン生き埋め事件っていう話をねしましたけど、だからマールが最初に感じさせてくれたっていうね部分もありますし、そっから始まってね、ちょっとありすぎてね、例を挙げるのもね難しいですけど、あれかな、あの釣り大会で俺が勝ちを確信したのにラスト10分でまくってくるやつとかね、カルタにもね取り上げられた一件ですけどね、それはね。あと村で最初に風邪ひいたのがマールだったよなとかね思い出すよな。毎日ね薬持っていきましたもんね。動画で遊ぶこととこのゲームの風システムって圧倒的に相性悪いと思うんだけど、数少ないね完走できた風イベントでしたよね、あれがね。あとはまあこの口癖ね、好きです好きですもんな、一発ネタのつもりだったんだけど、いつの間にかね、なんかもうマールは俺のことを好きでいてくれることが当たり前になっていたっていうか変わっちゃった時がねあってね、結構後の方、パート200台じゃないかな。あれですげえショックを受けるっていう。で、付け直すんだよね。あれは恥ずかしかったな、なかなかな。まず好きですで言うと、なんか村の女子にさ、爆発的に感染した回あったじゃない。ウーケとかね。みんな好きですって言い始めて、と思ったら一瞬で収まって、またマールだけに戻るっていう。あれ怖かったよね。なんかね、普通じゃないことばっかり起こりましたよね本当なんかはちゃめちゃだったけど、楽しい思い出しかないよね、こうして振り返ってるとね。まあ、ある話に来たよ。わー、こうして稲葉さんとお話していると心まで晴れやかにな、やばい、ちょっと泣きそうだもんもう泣きそうになるな、心まで晴れやかになってきます、なんだか急に寒くなってきました。あ、これ落ち込むやつじゃん、これよく言ってたな今楽しくお話できる気分じゃないんです。もう一個なんか喋ろっか。6時だね。そうな。そう、マールは、マールは桜島とは仲良しなんだけど、ももちをちょっと意識してんだよね。山本さんってももちさんとは仲良しですか？実はももちさんと、あ、
あーそうなんだ。これ仲直りできるかな最後に。完璧じゃない。シナリオとして私も悪かったので謝りたい。うん、最後のじゃあお使いやりますか。直接会ってお話しするのが怖いんだ。話してほしいけどな。もちさんに渡してきてくれませんか。なんだろう。 OK、 もうさんお任せしましたよ。マールマジすごくない。すごすぎるよな。ちょっと最後までね、ちょっと歩いていこっか、マウチのところまで。もう動画で使おう。もうね、アザラクさんとかね、いたとこね、メグスさんとこね。メグスさんちょっとやばい。駆け寄ってくるのやばいな、この坂もな。たくさん話しましたよね、ここでね。ペシミチンチの上の崖ね、オレンジの隣。ここね、やばい。めっちゃ泣きそう。おもちマールからお届け物、なんだろうね、服かな。何、マールから贈り物、大丈夫かな。手紙なんだ。わあ、なんだこりゃ。なんだこりゃ。マールのやつ、おいろ、伸びやがって。仲直りできない。なんか書いてあるんじゃない、マールからの言葉が。でも稲葉には感謝してるからな。お礼するぞ。タコちゃん便箋くれんだ。便箋か、受け取ってくれ。助かったぞ稲葉ば。マールのやつ、気持ちは嬉しいんだけどな。最後までこの二人はこの感じか。できればオイラが喜ぶものを送ってほしかったな。まあ喜んだって伝えとくわ。そっか、ピシミチもいるわ。じゃあ完了報告して届けてきたよ。あら、どうもお疲れ様でした。もちさんの様子はいかがでしたか。なんだこりゃって言ってたけどね。まあまあまあ、ここはバッチリだったって言うわ。あ、よかった。これでまた仲良しさんに戻れるんですよ。仲良しさんだった時期も一応あるんですかね。どうなんだろうね、二人はね。戻れるといいね。あー。いやー、でもやっぱ、最後にね、こうして話してても改めて思うけど、やっぱマールすげえ。マールすげえわ。やっぱね、もし他の動物の森シリーズ遊ぶならとかは考えたりはするんですよ。で、その時に例えば XL とかはどんなタイトルでやってもやっぱり隣にいてほしいなとかね、思うんだよね。マールはね、他のシリーズで会うのが怖い。ツッポシ村のマールは正直魔法かかってるレベルだと思うし、他のタイトルでね、その魔法が解けた状態のマールと会って、あ、違うなって思うのが怖い。一番。とか思っちゃうくらいね。ほんと唯一無二の存在感を発揮してくれましたよね。ありがとうね、マールね。おかげで332パート走り切れたよ。じゃあ、手紙見に行きますか。ちょっとジェンさんいましたよね。ジェンさんチラッと見て、あ、邪魔しちゃダメだって思って引っ込んでくれたよね。そういうとこも好きよ、ジェンさん。マジ泣く。泣いちゃう。多いんだよな、分量が。すごいよね。男子も含めて、サラちゃんも多いっすけどね。やっぱマールが一番多かったね、手紙もね。最初のやつからじゃあ見ていきますか。これ、最初のやつか。世界の稲葉さん A だったんだね。
手紙を書く、絶対嘘絶対嘘。手紙を書くのは不得意なので心を込めて書きますね。え、これ最初なんだっけ。やべえな、飛ばしすぎでしょ確かにこの文面は覚えてはいましたけどね。これで桃地さんと私どっちが綺麗ですか。最後にね、仲直りできたのかなあれでなんか和解はしてましたよね。和解はしたっていうことに なったよね。もちろん私ですよね。これやばいよね。 PS いつでも待ってますもん。なかなか味わい深いよなあ、これ最初だったのか。違うかな。あー、かわいいねこれもね。大事にしてくださいとかね。あー、 PS をねよく使ってましたよね、マールはね。私って仏風ですか、いかがでしたでしょうかかわいいなあ。出してプップですかって。あ、タコちゃん便箋、タコちゃん便箋使用率やっぱ高いね。最後にももちもくれたけどなこれ今晩にあったので持ってきたんですけど、もしかして井上さんのですか。絶対二人だけの秘密ではないしね少なくともおまわりさんは知ってるしね。井上さんのお手紙ちょっと匂いました。これいつも仲良くしてくれる俺、私だ当たってる念押しが激しいな。私だと思って大事にしてください。はあ、すっきりしましたあるより、便箋がすごい回るっぽいけどなこれね、私系のやつね。うんいや、バレンタインのやつやばいな。そう、私系はね、すごい短文で来るんですよね。エグスさんも同じ文面ではあったけどね。で、これがレターサービスのやつだな。目の超えた稲葉さん。私、天秤座なんですよ。天秤座の女の子って美人が多いって言うけど。これ、公式が用意した文面っていうのがすごいよね。美人が多いって言うけど、私はどうなのかな。そんなに悪い方じゃないと思うんだけどとなかなかでしょ。いや、めっちゃ美人だよね、マールはね。いやー、見終わっちゃったね。じゃあちょっとね、みんなからの手紙見終わりましたけど、いや本当はね、俺は書くつもりなかったんだけどていうかね、一人一人に書いてたらさ、15枚書かないといけないしね。しかも1枚に収まりきらないし、絶対。やっぱ直接会って、まあ思い出を語ってっていうのでいいかなって思ってたんだけど、最後にな、ももちがさ、くれちゃったから。まあ、周りにだけ書くのもあれだし、ももちにだけ書くのもあれだし、もうちょっと、全体ということで、ボンね。全体に当てた手紙を3枚全3枚でね書いたので、それを送って終わりにしようか。読みますねボンジュール皆さん、平素よりお世話になっております稲葉です。最終回の挨拶となります。私がこの村にやってきたのは2017年ですので、実に6年以上にわたりみんなと一緒に過ごしてきたことになります。ずっぽし村での毎日は時々信じられないようなことも起こりましたが、本当に楽しくて、パート332があっという間でした。それもひとえに村や島に住むみんな、流動枠として来てくれた子や、常駐 NPC の皆さんのおかげです。今後は別の道を歩んでいくことになりますが、陰ながら村のみんなのご健勝をお祈りいたします。みんな本当にありがとう。 I love ずっぽしずっぽし村の稲葉ば。はいいや、なかなかさ、ここまでさ、しっかりさ、動物の森終わらせる人いないでしょってぐらいね、やりたいなって思ってやれたでしょ。
俺全部ボンとこ行くんだな。いや最後ペリコさんにまた出せて嬉しいですよ。これまでねたくさんの俺のしたためた手紙をね受け取ってきてくれましたからね。これが最後の三部作です。よし、じゃあ最後にちょっとだけねまた別のところでね。まあせっかくだからちょっと明るい時間でやりますかということで、あの事件以来絶対にこの時間では起動させてなかったんですけど運命の11時30分でね、久しぶりに起動させた気がするな。この曲だった気がするな、11台の曲。まあ、あの、パート331と332の間で、中一周挟んでるんですけど、中一周で何やってたかっていうと、これをセッティングしてた。これがね、結構大変だったのよ。文ちゃんのやつとかね、手違いで消えちゃってたんで、復活させる作業とかね、やってました。これがな、全部入るところがねえからな。せっかく用意をしたんだけどね。銅像の間ぐらいですか。まあ、じゃあこの辺でね。まあやりきりましたよね。長いことね、実況動画作ってますけど、さすがに300パート続いた動画は初めてですし、まあ、多分今後もない。多分今後も作ることはないかなと思うんだけど、ね、6年ですか。やっぱこれだけ続いちゃうとね、終わらせ方が分かんなくなるよね。っていうのは確実にあったな。でね、やっぱ終わっちゃうの悲しいなって言われて、それがね、結構、俺もどうすればいいかなって。ねえ、悲しませるためのね、動画ってやっぱ作りたくないじゃない。だからね、どうすれば一番いい形なのかなって考えてて、まあフェードアウトっていうかね、きちっとした最終回作らずに閉じちゃうみたいな。終わりのないゲームだからね、まあそれも一つの形かなとか、そういうのも考えましたけど、俺的にはちょっとそれは不誠実かなっていう気もしてしまうし、これまでね一緒に村での生活を見届け続けてくれた人のためにもしっかりやろうって決めて、さすがにあの最終回近辺の挨拶回り編とかちょっと葛藤ありましたけどね、実況動画としてね。ゲーム遊んでないからさ喋ってるだけでね。でもまあ俺の思いつく今の俺にやれることは全部やれたかな。っていうか村のみんなの動きが良かったよね、ほんとね、すごいと思う。マールをはじめとしてね、それ以外のみんなもほんとはなんか分かってんのかなっていう感じありましたもんね。まあ動物の森っていうねゲームを初めて触った時に、ただ村での生活を楽しく送っていくだけの動画が淡々と続くっていうのが、それがこのゲームの理想の実況プレイ動画かもなとか思って、ちょっとそれやってみるかっていうのでね、ダメそうだったらもう途中でフェードアウトでもいいしぐらいの感覚で始めてみて、それがこうしてね332パート6年間続けられたっていうのは、改めてすげえことやったなって思うし、それができたのはね、皆さんにね、たくさんの人に一緒に愛してもらえたからだよなっていうふうに思ってます。ありがとうございました。まあ今回はね最終回として一区切りつくわけですけど、何らかの形でねまたたまにね村のみんなに会いに来れたらいいよなとかは思ってるんで、もう完全にさよならじゃなくて、またいつかどこかで会おうねという言葉でこの最終回を終えたいと思います。
それではここまでの長い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 間のお付き合い、どうもありがとうございました。またいつかどこかで会いましょう。さようなら。Quick, quick, now. Oh, now. Oh, me quick.